安田総主は、静岡県出身のプロバスケットボール選手である。ポジションはガード。2011年に、BJ リーグの仙台十9アーズに入団し、囲碁と山グラウジーズ、浜松、東三河フェニックスでプレーした後、2012から13、シーズン終了をもって引退した。加藤学園高等学校、新潟大学卒業後、静岡、新潟の中学、高校で、 保健体育の教有職に就く傍ら、クラブチームヘッジホグでプレー。1試合 3P シュートを10本決めることもたびたびあった。2010年に、BJ リーグ仙台89アーズの育成指定選手となり、年明けにアーリーチャレンジ選手制度で契約を結ぶが、出場機会のないまま89アーズは、東日本大震災の影響で活動を一時、休止した。 そのため安田は富山グラウジーズにレンタル移籍、6試合109分に出場した。平均10.3得点。2010から11シーズン終了後、2011年 BJ リーグドラフト会議にて育成7位で仙台に指名され契約するも2011から12シーズンは出場機会に恵まれず、シーズン終了後、契約満了となった。 2012から13シーズン、浜松、東三河フェニックスと選手契約を結んだ。浜松では、出場6試合、出場時間12分、8得点に終わり、シーズン終了に契約満了、選手生活から退いた。両親が、秋田県横手市大森町出身であり、秋田ケーブルテレビのバスケットボール中継の解説者として、よく登場した。 プレステージインターナショナル社のバスケット部ヘッドコーチも務めた。2017年10月に、元三菱電機コアラーズの青山恵子と結婚し、青山創始となった。ありがとうございます。